出席議員58名であります。休憩前に引き続き会議を開きます。引き続いて質問を行います。出原正直君。皆さんこんにちは、自由民主党広島県会議員連盟福山支店室の出原正直でございます。今日定例会最後の質問者として登壇の機会を与えていただき、中本議長はじめ先輩同僚議員の皆様に心から感謝を申し上げます。さて、知事は就任以来観光プロモーションや瀬戸内 DMO の推進をはじめ、広島発のファンド運営、教育分野における学びの変革、デジタルトランスフォーメーションの推進など次々と新しい施策を打ち出されており、全国に先駆けてチャレンジする取り組みは素晴らしく評価されるべきものと思います。一方で新たな施策については、その普及を図るためさまざまなプロモーション活動を展開されておりますが、誰にどこまでその情報が届き、最終的に行動変容につながっているのか正確には分かりません。届けたい情報がどこまで届いているのかわからないという点では、行政であっても民間の取り組みであっても同じであり、プロモーション戦略の難しさであると思います。私自身、民間で10年間地域振興や空き家活用、地場産業の継承、関係人口の拡大など持続可能なまちづくりの実現に向けた取り組みを推進をしてきましたが、それぞれの取り組みについてターゲット層にどこまで響き、果たして地域課題の解決につながっているのか正確に測る指標もないため、地域づくりには普遍的な解がないという難しさを実感をしているところです。地域づくりの取り組みにおいて、観光される方、移住を考えている方、転職をされたい方、地域貢献したい方など、地方に向かう人々の動機は多種多様であると思いますが、10年間さまざまな取り組みにチャレンジする中で、最近ようやく分かってきたことは、観光など広島に何かしら興味を持っている方をどれだけ大事にして関係を継続し、その関係性から移住など次の行動にどのようにしてつなげていくのかということであります。もう少し具体的に言いますと、観光で広島に来てくれた方を観光だけで終わらせることなく、関係性を構築し、最終的に移住や転職など次のステップにつなげていくことが、地域づくりを進めていく上で最も重要になってくるのではないでしょうか。これは繊維関連業者の小さな取り組みではありますが、地域づくりにおいて大事なヒントがあると感じた事例ですのでご紹介をいたします。県外の企業がその繊維関連業者が展開するプロジェクトに興味を持たれ、商品を発注をされました。ここで商品発注だけで終わってしまうと、納品が終了した段階で関係も終わってしまい、その地域の盛り上がりにつながりませんが、その県外企業はその商品を展示するイベントを広島県内で開催をされ、さらにイベントを契機として親交が深まり、今年度から繊維関連業者と県外企業との間で社員の人事交流まで始まりました。これはつまり一つの取り組みから三つの取り組みに派生した地域づくりの好循環といえる事例ですが、こうした地域同士のつながりを丁寧に、そして地道に継続していくことが、つまり関係を長続きさせていくことが大切であり、こうした小さな取り組みの継続が地域づくりの第一歩となり、ひいては地方の活性化にもつながっていくのではないかと感じています。現在、地方では若年層を中心とした人口流出を背景に、集落の小規模化や高齢化が大きく進み、地域の担い手不足や空き家の増加など、コミュニティを維持していくことが一層難しくなっており、議員や民間での活動を通じて、それぞれの地域において失ってはいけないものを次の世代へつなげていくことの大切さを痛感をしています。今一度地域におけるさまざまな資源を生かし、本県の将来を展望し、持続可能なまちづくりに向けた取り組みを進め、地方から変革を起こしていくことが必要です。本日は地方の将来像をどう描くのか、原点に立ち返って質問をしたいと思いますので、知事をはじめ
執行部におかれましては簡潔かつ明瞭な答弁をお願いし質問に入ります。質問の第一はデジタルトランスフォーメーションの推進に関して2点お伺いをいたします。はじめに DX 推進に向けた県民事業者の共感獲得についてお伺いをします。デジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーションいわゆる DX の潮流は産業構造や働き方、暮らし方などに大きな変革をもたらし社会をより便利で豊かに変える可能性を秘めており、本県では全国に先駆けて DX の推進に取り組まれました。今年度は広島県 DX 加速プランを策定をし DX による目指す姿とその実現に向けた具体的なアクションおよびロードマップを明確にするなど DX の取り組みを加速されることとされており大いに期待をしているところです。その一方でいち早く DX に取り組んできた広島県ではありますが他県と比較して効果的な事業を推進することができているのか、また仕事や暮らし地域社会において県民や事業者の皆様にとって新たな価値を生み出すことができているのか十分理解されていないのが現状ではないかと思います。佐賀県では AI や IoT といった先進技術の活用による県内企業の生産性向上や新たなビジネスの創出を支援するため平成30年度から佐賀県産業スマート化センターを運営されており、全国230社の IT 系協力企業ネットワークによる強固な支援体制により協力企業によるセミナー開催やニーズに応じたマッチングなど相談者に対するきめ細やかな支援体制を構築し同センターの利用者も大きく伸びているようです。昨年度同センターに特別委員会で視察で伺った際 AI や IoT といった先端技術を体験できたほか佐賀県内の事業者で業務変革に成功された事例などをお聞きすることができ DX の成果をより身近に感じることができたところです。また先日の新聞報道では中国地方整備局は DX を扱える土木建築分野の人材を育成するため来年度を目途に広島市に中国インフラ DX センターを新設をされるようです。本県としても DX の取り組みの加速に向けて県民や事業者の方が DX をより身近に感じることができるようにすることが重要であると思います。そこで広島県の DX の取り組みを加速していくにあたって県民事業者の方の理解共感は不可欠であり佐賀県産業スマート化センターのような形で例えば県庁舎の一室に実際に体感できる機会を提供することも有効な取り組みの一つであると考えますが、県民事業者の理解共感に向けてどのように機運醸成を図っていこうと考えられているのか山田副知事のご所見をお伺いをいたします。次に DX に求められる人物像についてお伺いをいたします。 DX とはイノベーションを軸とした社会変革であり従来の延長線上で同じような考え方をしているメンバーだけが集まっても何も生まれてこないことが多いのではないかと思います。 DX の実現にはデジタルを活用し仕事や暮らしの変革までの道筋を描き結びつけることのできる多様な人材が必要不可欠です。昨年度デジタルトランスフォーメーション推進行財政対策特別委員会の参考人として意見聴取をお願いした慶応義塾大学大学院の白坂教授は DX を推進し新たな価値を創造していくアプローチとしてDX 人材としての D 人材とトランスフォーメーション人材としての X 人材は分けて考えるべきであり X 人材は理系である必要はなく各地域における誰もがなり得るという話をされました。特に印象的であったお話がある調査によるとエレベーターを待つ方のイライラ度は60秒を超えると急増するようです。この課題を解決するために D 人材の方はエレベーターの増設や高速化などシステム改善に解を求めがちです。一方で X 人材の方はシステム改善とは全く異なる解決策を提示をされエレベーターを待つ方のイライラの要因が待ち時間ではなく何もすることがない時間が苦痛であったことからエレベーターの前に鏡を設置し髪型や服装を正す時間を確保することでイライラ度を解消されたということでした。一つの事例ではありますが DX の実現によって新たな価値を創造していくためにはデジタルスキルを持った人材だけではなく多様な考え方を持った人材を集め集合された人材をうまく組み合わせていくことが重要です。
つまり AI や IoT、ビッグデータなどデジタルスキルを持ち合わせたデジタル人材の育成確保をベースとして各地域における課題を俯瞰的に捉え、その解決策を導き出すことのできるトランスフォーメーション人材など多様な X 人材が必要であり、幅広い多様な人材を集結することで、これまでとは異なる新たなサービスが生み出され、多様化複雑化する地域課題の解決にもつながるのだと思います。こうした中、国はデジタル田園都市国家構想を実現するため、2026年度までにデジタル推進人材を新たに230万人育成する方針を打ち出されました。本件でも今般の補正予算案でイノベーション人材等育成確保支援事業として、理工系の情報学部学科等で学ぶ学生に対して月5万円の奨学金を貸与し、イノベーションを生み出す人材育成を進めることとされています。こうした取り組みは地方創生の実現に向けて数ある施策の一つであると思いますが、国や県においては D 人材の育成ばかりに力点を置いているように感じられます。少子高齢化に伴う労働者や労働力の不足が懸念される中、 DX は我が国や地方にとって労働生産性を向上させる唯一の切り札であり、 D 人材だけではなく X 人材の育成確保を含めて地域のみんなで進めるべき取り組みであると思います。高度なスキルが必要な D 人材の育成には相当な時間を要するため、並行して X 人材の育成確保を進めることが DX を成功に導く戦略として必要な観点ではないでしょうか。このため広島県 DX 加速プランの策定やその推進にあたりましては、いわゆるデジタル人材だけの取り組みではなく、デジタル人材以外の県民全体が X 人材として関わることができる取り組みであるということ、またデジタル人材はもとより幅広い多様な人材の育成確保が必要であるということを念頭に取り組みを進めていただきたいと思います。そこで DX 推進に求められる人物像についてどのように考えておられるのか、またどのように人材の育成確保を進めていこうとされているのか、山田副知事にお伺いをいたします。質問の第2は、人口減少における均衡ある広島県の発展に向けた取り組みについて3点お伺いをします。はじめに県内における人口減少の地域差についてお伺いします。急速に進む少子高齢化への対応や東京一極集中を是正していくため、本県におきましてはこれまで人口減少問題を重要課題として捉え、総力を挙げて取り組んでこられました。しかしながら東京都など大都市圏への人口流出は大きな改善が見られず、本県人口は令和2年の国勢調査において280万人を割るなど、人口減少に歯止めがかかっておりません。平成26年に国が町人仕事創生総合戦略を策定して以降、全国の自治体で地方創生の取り組みが進められてきましたが、多くの自治体で同様の状況であり、人口流出が続いております。人口減少に対して引き続き歯止めをかける施策は必要であると思いますが、出生率低下による人口減少や若者を中心とした地方都市から大都市への人口流出はある種の社会現象であり、完全に抑制することは困難と言えます。また我が国ではすでに本格的な人口減少時代に突入をしており、総人口の増加が望めない現状を踏まえると、広島県の総人口数や昨年全国で最下位となった転出超過数など人口に関する毎年の統計数値に一喜一憂する必要はないと言えますし、過度に惑わされる必要もないと思います。一方で人口減少において広島県内で均衡が保たれているとは言えません。広島県人口移動統計調査報告書によりますと、平成28年10月から令和3年9月までの5年間における県内各市町の人口推移の状況につきまして、転入超過となっている市町は東広島市の3967人、広島市の2633人、廿日市市の1402人、海田町の567人、府中町の353人、坂町の74人の6市町ですが、輸出転出超過となっている17市町のうち、下位を占めているのは、ワースト2位が三原市で2538人、ワースト3位が尾道市で2348人、ワースト4位が府中市で1480人、ワースト7位が福山市で1018人となっています。このように県内の減少問題に着目すると、県東部で著しく転出超過が加速をしており、
その結果、生産年齢人口の減少をはじめ、経済活動の縮小、ひいては生活交通といった日常生活を支える機能低下などにも影響してきます。ビンゴ県域連携協議会が作成されているビンゴ県域ビジョンを見ても、ものづくり産業の基幹である製造業の利益は縮小傾向にあり、この県域における活力低下が懸念をされます。人口減少問題は、転調過数など、どうしても他県状況との比較に目が行きがちですが、県内では広島市や安芸郡などの県西部と、尾道市、福山市などの県東部において、人口減少の進行に大きな差が生じています。県全体の発展のためには、県が安心誇り挑戦、広島ビジョンに掲げるとおり、適切な分散と集中により、県土全体の活性化を図る必要があり、福山市を中心とするビンゴ県域については、県全体の発展を牽引するため、魅力ある都市を形成し、広島市と並んでその中枢拠点機能を担っているはずです。そのためには、都市の活力の源泉となる人口が、広島の市などと比較して大きく減少していることについては、もっと深刻に受け止める必要があるのではないでしょうか。そこで本県が抱える人口減少問題の現状を踏まえ、どのように課題を認識し、県内における人口減少の地域差について、どのような対策を進めていこうと考えておられるのか、知事のご所見をお伺いをいたします。次に、複眼的視点に立った施策の推進についてお伺いをいたします。冒頭挨拶で、広島県に関心を持っていただいている方、例えば広島県への観光客に対して、丁寧に粘り強く働きかけることで、移住や転職につなげ、さらにはその地域で活躍してもらうためのフォローアップなどを行っていくことの必要性について言及をさせていただきました。観光振興策や移住定住促進策、また県内への就労促進策といった各施策が相互に連関し合い、地域づくりにおいて施策相互の好循環を生み出していくためには、各部局の担当者が担当する施策のみならず、関連するさまざまな施策に横串を刺し、分野横断的に取り組んでいくことが必要不可欠です。縦割り行政の下では、こうした好循環を生み出すことは難しく、かといって、組織横断で専任的に組織を設置すれば解決できるという問題でもありません。私自身の経験を踏まえると、こうした取り組みは民間でも難しく、例えば県外からのお客様が、実は市内観光やサイクリング、さらには広島県へ移住といったことにも興味を持たれている場合に、自社の商品販売にとどまらず、そのお客様の多様なニーズを的確に汲み取り、新たな次の行動につなげていくことは、相当高い接遇スキルであると言えます。つまり、広島に観光に来られている方や、定期的に訪れている方との関係性を大切にし、町おこしや移住など、次の行動につなげていくことが、地域づくりにおいて大切になってきますが、観光促進策の視点のみで接すると、次の新たな行動につながっていきません。しかしながら、多様化、複雑化する地域課題の解決に向けて、地域づくりの好循環というもう一段高いレベルの施策を推進していくために、最終的によりどころとなるのは、県職員のマンパワーであり、他部局との密接な連携にかかってくるのではないかと思います。つまり、県職員の一人一人がどれだけアンテナを高く持って、広島県に興味を持っていただいた方を他部局との職員と連携し、どう行動につなげていくことができるのかということであり、こうした横串の調整機能を発揮していくためには、まずは各部局を構成する職員一人一人が、県庁全体の業務を俯瞰して横串を意識すること、そして組織連携がうまくいっているのかを常にモニタリングするなど、組織パフォーマンスの向上も必要になってきます。例えば広島県では、観光や就職イベント、移住フェアなど、さまざまな取り組みを公式 SNS で発信をされていますが、フォローしている方の多くが担当部署の方のみというのが実態ではないでしょうか。SNS の活用について、職員に強制はできないと思いますが、仮に全職員の半分の方がフォローやシェアをするだけでも、そこからさらに友人、知人へ広がるため、現在の閲覧数も飛躍的に拡散していくと思います。他部署の施策を自分ごととして捉えることは難しく、ハードルも高いと思いますが、知事が指示をされない限り、こうした視点を組織風土として根付かせていくことは難しく、また直接メッセージを打ち出すことで、少しずつ職員の意識改革にもつながっていくものと思います。
令和2年度に策定された行政経営の方針では、高いパフォーマンスを発揮し続けるための仕組みづくりとして、多様な行政課題に対応し、組織パフォーマンスを高められるよう、性別や年齢などに関わらず、多様なスキル、知識、経験などを有する人材の確保、育成を図るとされており、職員のスキル向上には、県職員の人材マネジメントの推進が欠かせません。広島県に興味を持たれている方をいかにつなぎ止め、丁寧に、そしてきめ細やかな対応を継続し、次の新たな行動を促していくことが、地域づくりにおける好循環を生み出していくことと思いますが、そのためには職員が幅広い視野を持ち、想像力と行動力を発揮をさせ、他部局との連携をはじめ、市長や企業など、多様な主体と協働して質の高い行政サービスを提供できる能力が必要です。そこで、これから県職員には、さまざまな施策領域に目配せのできる複眼的視点が求められると思いますが、現在、こうした課題に対する認識をお持ちなのか、また持続可能な地域づくりの実現に向けて、職員一人一人のアンテナをどのようにして高め、課題解決につなげていこうとされているのか、知事のご所見をお伺いをいたします。次に、本県の持続的発展のための波及効果についてお伺いします。安心、誇り、挑戦、広島ビジョンでは、持続可能なまちづくりに向けて、広島市都市部および福山駅周辺において、ハード、ソフト両面にわたり、地域の良好な環境形成や地域全体の価値を維持・向上させるための活動などを通じて、人を引きつける魅力ある都心空間の創出に取り組むこととされています。私の地元である福山駅周辺では、福山市三の丸町地区の再生促進事業などにより、駅周辺の再生を牽引し、ビンゴ圏域への波及効果を高め、県全体の持続的な発展につなげていくこととされており、同様に広島市都市部でも、広島都心活性化プランを踏まえ、広島駅周辺と神谷町八丁堀エリアにおいて、再開発事業を進め、都市機能の集積強化を図ることとされています。さらに本県としても、サッカースタジアム等の整備事業費について、予算措置を行い、多機能化、複合化による広域的な集客力のあるサッカースタジアムと広場エリアを整備し、サッカー場としての利用にとどまらず、カフェやレストランの配置、県内23市町の食や文化を体験できるイベントなどを通じて、県全域への波及効果を高め、中国地方全体の活性化へつなげていく意向です。しかし、私自身、各地域において観光や地域貢献など、地方のために頑張っている方々と接しておりますが、こうした外からの波及効果を待っている方は誰一人としていません。裏返して言えば、福山市民や事業者の中には、駅前開発やサッカースタジアムのために新たな取り組みを開始し、小さな波を起こしたいと考えている方はいますが、実際にはどのような取り組みを行えば、双方にとってプラスとなるのかわからない状態にあるということだと思います。また周辺地域の方は、どんなに小さな波でもいいので、自分たちで起こしたいと思っており、そのためには広島県としてこのような施策を推進してほしいといった具体的な指示を明確に打ち出すことが必要です。例えば地方省庁の移転や、過去私が一般質問で行った県本庁組織の地方移転といった取り組みが仮に進めば、県全域への波及効果もイメージがつきやすいと思いますが、サッカースタジアム整備など都市基盤の整備に伴う波及効果について、周辺地域の多くの県民は理解をされていないため、波及効果を生み出すための戦略をもう少し具体的に打ち出す必要があるのではないでしょうか。各地域の取り組みを通じて、より大きな相乗効果を生み出すために、県全域における戦略的かつ効果的な施策を展開していくことが、広域自治体である県の役割であり、広島市や福山市周辺のエリアのにぎわいの創出という大きな波と、それ以外の地域における小さな波とが連続的にぶつかったときに、初めて広島県全体の活性化につながってくると思います。そして県が司令塔として、各市長や事業者に明確な指示をしない限り、数多くの関係者の動きや取り組みはバラバラなものとなり、結果として波と波がぶつからず、波及効果は生まれてこないのではないかという点を危惧しています。そこで本県におきましては、広島市や福山市と連携し、都市基盤の整備や都市機能の向上など、
県全体の発展を牽引する戦略的な都市づくりを推薦されておりますが、現在進めている事業波及効果をどのように捉え、そして県全体の活性化や本県の持続的発展にどのようにつなげていこうとされているのか、知事にお伺いをいたします。質問の第3は、鉄道ネットワークを生かしたまちづくりについてお伺いをいたします。本年4月、 JR 西日本から赤字路線などの情報が開示されて以降、鉄道ネットワークの維持確保に向けた議論が加速をしており、本県におきましても沿線市長や協議会への支援を行うとともに、今後地域公共交通ビジョンを策定するなど、持続可能な地域公共交通の実現に向けた取り組みが進められているところです。昨日の一般質問でも、我が会派の前田議員から地域公共交通の在り方について質問が行われましたが、知事をはじめ執行部の皆様には引き続き国や交通事業者など関係者の皆様と連携した取り組みを進めていただきたいと思います。一方で、これまでも定例会等で繰り返し質問を行っておりますが、鉄道という大切な資産を未来に向けて資産として残していくためには、長期的なまちづくりのグランドデザインをイメージした上で、鉄道や駅をはじめとした交通インフラに関する位置づけを共有し、その上で利用促進策などの施策を検討していく必要があるのではないでしょうか。しかし、駅前開発というと、広島駅や福山駅など中枢的な都市機能を有する市庁に位置する駅前での話しか耳に入ってきません。利用促進策の検討にあたっては、例えば福塩線や芸備線周辺地域のにぎわい創出として、パーク&ライドやレール&レンタカーの活用をはじめ、歩行者、自転車、車椅子等のモビリティの向上や駅へのアクセス改善、中心地と比較して低価格なホテルなどの駅周辺への誘致、医療福祉施設との連携や図書館、保育所等の公共サービス施設の駅への併設など、利用者ニーズを踏まえた公的機能の集積、バスやデマンドタクシーなど各地域におけるさまざまな交通手段との連携など、通勤、通学、通院、買い物、出張、観光といったあらゆるサービスをイメージし、まちづくりと絡めてアイデアが出てきてもいいと思います。地方の将来像を考えたとき、鉄道は未来に引き継ぐべき極めて重要な資産であり、国、県、市町、そして JR などの関係者が本気になってまちづくりの観点を交えながら議論を行い、そしてそれぞれの駅前に対して特徴ある整備を推進していくことが、人の集う場ができ、沿線地域の活性化につながっていくと思います。そのためには、地域交通政策の担当課だけではなく、解決できる問題ではなく、鉄道ネットワークを生かしたまちづくりについて複眼的な視点に立って未来志向により向き合っていくことが必要です。そこで、地域づくりの基盤資源である鉄道ネットワークの維持確保にあたっては、現在取り組まれている利用促進策だけではなく、将来にわたって持続可能なまちづくりをイメージした上で、駅や駅周辺地域のにぎわい創出に資する取り組みを進めていくべきであると考えますが、知事のご所見をお伺いをいたします。以上で質問を終わります。ご清聴いただきましてありがとうございました。当局の答弁を求めます。知事、湯崎英彦君。まず、県内における人口減少の地域差についてのご質問でございます。
本県の人口は平成27年国勢調査を基準とした国立社会保障人口問題研究所の推計によりますと、2060年には 214.5 万人まで減少するとされており、高齢者比率も 35% を超えるなど、人口減少と少子高齢化のさらなる進行が予測されております。また先ほどの推計によりますと、議員ご指摘のとおり、県内市場において人口減少の進行に地域差が生じており、こうした状況も今後さらに拡大していくことが予測され、県民生活などに大きな影響を与える懸念があることから、重要な課題であると認識しております。このため人口減少の地域差に歯止めをかけ、本県の活力を持続的に維持向上していく上では、県全体の発展を牽引する都市の機能集積と中山間地域の豊かな資源を積極的に活用して、都市と自然が程よく融合した各市町の強みを生かした地域づくりを進め、県外から人や企業などを呼び込み、県外への人口流出を抑制することが重要であると考えております。こうしたことから、県全体の発展を牽引し、魅力的な都市環境やにぎわいづくりにより、若年層を中心とした人口の流出を防ぐダム機能の役割を担う広島市や福山市への工事都市機能の集積を促進するとともに、その他の市町においては、人口減少などの環境変化が進む中にあっても、地域特性に応じた利便性の高い都市づくりを積極的に推進し、それぞれの地域の拠点性を高め、互いに都市機能を補完し合うことで、質の高い多様なサービスを県土全体で享受できるよう、県域単位で取り組んでいるところでございます。具体的には、広島県域では、中四国地域の 中枢拠点である広島市において、広島都心活性化プランに基づき、現在進めているサッカースタジアムの整備をはじめ、複数の市街地再開発事業など、都心のまちづくりの推進に取り組んでいるところでございます。また、備後県域では、県東部の経済成長の要である福山市で、分散した都市構造からの転換に向けた福山駅周辺への都市機能の集積、産業団地の造成への支援などによる企業誘致や設備投資の促進、尾道市では移住定住の促進に向けて、歴史的な景観や瀬戸内の風情を生かした空き家再生や町並みづくりに対する支援、三原市では中心部の拠点性強化に向けて、市中心部のグランドデザインに基づく民間施設と複合した交流拠点の整備などに取り組んでいるところでございます。さらに備北県域では、中山間地域が持つ魅力ある自然と都市や空港との近接性を地域づくりに生かし、仕事と暮らしをより充実させたいと考える人々から選ばれる地域となるため、三好市と庄原市における都市機能の相互補完に加え、広域交通ネットワークを生かし、多様なサービスを確保するため、高知都市機能を有する広島市や福山市等との連携の強化、デジタル技術を活用した日常生活に直結する課題解決の取り組みモデルの創出などにも取り組んでいるところでございます。こうした取り組みと合わせまして、子どもを持ちたいと願う県民の皆様の希望の実現を後押しするため、保育サービスの充実や仕事と子育ての両立支援、働き方改革のほか、若者の経済的自立に向けたきめ細やかな就業支援などに取り組んでいるところでございます。引き続き県全体が住みやすく個性豊かな地域となることを目指すとともに、それぞれの地域が発展し、そうした地域が互いに支え合い、広島だからこそ提供できる価値を磨くことで、本県への新たな人の流れを作り出し、人口減少の抑制につなげてまいりたいと考えております。次に、広島県の発展に向けた複眼的視点に立った施策の推進についてでございます。県を取り巻く社会経済環境の変化が激しく、住民ニーズや地域の課題が多様化、複雑化する中で、これらの事案に適切に対処していくためには、高い専門能力や知識を有するとともに、さまざまな政策領域を俯瞰し、課題の設定から解決まで行うことのできる人材が必要であると認識しております。県庁全体の業務を俯瞰し、政策の横串を通す取り組みといたしましては、経営企画チームを中心に、各局をマネジメントする各経営企画官と連携することとしており、重要政策については、全局長が出席する経営戦略会議において議論を行い、意思決定などを行っているところでございます。このため、若手職員の時期から、部局横断的な人事異動や、
経営企画組織への配置を計画的に行うことなどにより、職員一人一人がアンテナを高くし、幅広い視野を持って課題の設定、解決に当たることのできるよう、職員の育成に取り組んでいるところでございます。また、県以外での業務や幅広い人脈形成の機会を通して、職員としての視野が広がるよう、民間企業や国の機関、他県、市町等への職員派遣を行っております。さらに、マネジメント能力や政策形成能力を取得できる研修を各階層で実施しているほか、多様な主体とともに問題解決に当たることができるよう、市長や民間企業と合同で政策形成を行う研修などを実施しているところでございます。こうやって県庁における専門人材が必要となっているブランドコミュニケーションやマーケティング、情報、危機管理などの分野におきましては、さまざまな採用方法により人材を確保するとともに、必要なスキル習得のための研修や専門性を強化する視点での移動などを通して、県庁内における人材の育成にも取り組んでいるところでございます。こうした取り組みを通じて、高い専門能力や知識を有し、複眼的な視点を備え、複雑化する課題に対しても、的確かつ果敢に挑戦する職員の育成を図り、高いパフォーマンスを発揮しながら、成果を生み出していくことのできる日本一強い県庁の実現に向け、取り組んでまいります。次に、本県全体の持続的発展のための波及効果についてでございます。人口減少や少子高齢化の急速な進行など、社会情勢が大きく変化する中、将来にわたって本県全体を持続的に発展させていくためには、安心、誇り、挑戦、広島ビジョンに掲げる持続可能なまちづくりの実現を目指し、都市と自然の近接性という本県の地域特性を最大限に生かしながら、都市圏のさらなる魅力向上を図り、県全体の発展を牽引することが重要であると認識しております。このため、人口、産業、都市基盤など、あらゆる面で県内最大の集積地である広島市の都心の中枢拠点性のさらなる向上や、備後県域の中核都市である福山市の拠点性の向上を図っていく必要があると考えております。広島市都心につきましては、広島市とともに策定した広島都心活性化プランの実現を目指し、県市が一体となってさまざまな取り組みを行っているところでございます。具体的には、民間企業などのさまざまな関係者で構成される広島都心会議において、官民連携のまちづくりに向けた取り組みを進めていることに加え、現在進めているサッカースタジアム等の整備や、本年3月に都市計画が決定された元町愛用通り地区第1種市街地再開発事業のほか、複数の再開発事業の検討がなされるなど、新たなまちづくりの取り組みが動き出しているところでございます。特にサッカースタジアム等につきましては、周辺施設と一体となり、都心の回遊性を向上させ、幅広い集客を図るとともに、県内各地を訪れるきっかけとなる魅力発信も行うことなどにより、県全体の活性化や中枢拠点性の向上への効果が期待されるものとなるよう取り組んでいるところでございます。また、福山駅周辺地区におきましては、福山市が策定した福山駅前再生ビジョンや、福山駅周辺デザイン計画に基づく取り組みを支援しているところでございます。具体的には、分散した都市構造からの転換に向けて、備後県域の中核拠点となる福山駅周辺への都市機能の集積のほか、三の丸旧キャスパ地区の再整備や、福山駅前広場再編の検討が開始されるなど、拠点性向上に向けた取り組みが進められており、特に三の丸町旧キャスパ地区の再整備においては、町に開かれた地域の顔となる施設を整備し、福山駅周辺の活性化を図ることで、福山市の拠点性を向上させ、備後県域 の発展を牽引することが期待されているところでございます。これらの取り組みを通じて、都心に工事都市機能の集積を図り、国内外から多くの人や企業を引きつけることにより、新たなビジネスチャンスが生まれ、県内産業にさらなる企業や資本を呼び込むこと、県内外の事業者が都市機能を活用した交流等を行うことにより、さらなるイノベーションが創始され、生み出された付加価値の高い新たな技術やサービスが県内各地に展開されること、良質な宿泊施設を呼び込むことにより、都心を起点に県内各地を周遊する観光客が増加することなどの
波及強化を県民全体で享受することが見込まれることに加え、魅力的な都市環境やにぎわいづくりにより、若年層を中心とした人口の流出を防ぐダム機能を発揮することも期待されるところでございます。今後とも県内市長や民間事業者と連携し、都心と各地域の間で人や産業との交流を促進し、それぞれの地域の特性を生かし推進される取り組みを相互に連関させ、相乗効果をもたらしながら人や経済の好循環を生み出し、県全体の活性化や本県の持続的な発展につなげてまいりたいと考えております。続きまして、鉄道ネットワークを生かしたまちづくりについてでございます。地域住民の通学、通勤、通院など日常生活を支える重要な交通基盤である鉄道ネットワークを維持確保していくためには、駅を拠点とした周辺地域のにぎわいを創出していくことが重要であると認識しております。こうした認識のもと、県では令和2年度に鉄道ネットワークを生かした中山間地域の魅力向上事業を創設して、駅や駅周辺地域での活性化や列車を活用したにぎわいの創出など、県や沿線自治体による協議会が主体となって芸備線、福塩線におきまして、さまざまな利用促進に取り組んでいるところでございます。また、将来にわたって持続的なまちづくりを進めるためには、利用促進と合わせて、地域特性や規模に応じ、人々が集まる駅などを拠点として、必要なサービス機能や居住エリアをコンパクトに集約していく必要があるものと考えております。このため、各市町におきまして、地域に密着した視点からの創意工夫によって策定される都市計画マスタープランや立地的成果計画などのまちづくり計画、地域公共交通計画に県も策定段階から参画するとともに、生活と交通サービスの一体化による相乗効果を生み出す取り組みを支援することなどにより、駅およびその周辺地域の拠点性の向上やにぎわいの創出などに取り組んでいるところでございます。具体的には、庄原市における駅を発着点とした AI デマンドバスの乗車と地域キャッシュレスカード、ホロカの連携、また、府中市においては、市民や来訪者の交流を目的とした駅周辺のスポーツ広場などの交流施設の整備など、駅周辺地域のにぎわいづくりの取り組みが行われているところでございます。県といたしましては、市長と連携しながら、地域特性に応じた利便性の高い駅や駅周辺地域のにぎわい創出の取り組みを推進し、それぞれの地域の拠点性を高めるとともに、現在策定を進めております広島県地域公共交通ビジョンの方向性も踏まえながら、快適で便利に暮らすことができる持続可能なまちづくりを目指してまいります。その他のご質問につきましては、担当説明により答弁させていただきます。副知事山田仁志君。DX について2点お答えいたします。まず、 DX 推進に向けた県民および事業者の共感獲得についてでございます。県全体の DX を推進するためには、県民や事業者の皆様に DX について理解、共感していただくことが重要であると認識しております。このため、県内のあらゆる主体が DX を身近なものと捉え、DX を実践していくための活動体である広島県 DX 推進コミュニティなどにおきまして、参加者それぞれの習熟度に応じて、DX に取り組む際の共通課題の解決や、DX についての理解促進等、DX の実践が進みやすい環境の整備に取り組んでいるところでございます。具体的には、DX の考え方や基礎的なデジタル技術を学ぶみんなの DX 研修や、県内で DX の取り組みを実践している方へのインタビュー記事のホームページでの発信、また、経営者層向けにリーダーシップを発揮することの重要性を学ぶトップリーダーのための DX セミナーを実施しているところでございます。また、理解・共感獲得の手法の一つとして、
先進技術を体験して DX の身近に感じていただくことは有効であることから、広島県 DX 推進コミュニティにおいて IoT の活用により施設や物品の稼働状況をリアルタイムで把握可能とすることで生産性を向上させた工場の見学会や、広島サウンドボックスにおいてオンライン上のバーチャル空間で遠く離れたファン同士の応援や交流が可能となることにより、スポーツのさらなる魅力向上につながるバーチャルワールド広島の実証実験などにも取り組んだところでございます。今後とも DX 推進コミュニティに参加しているメンバーをはじめ、県内企業等と連携の上、県民や事業者の皆様にさまざまな先進的な DX の取り組みを体験できる機会等の創出にも取り組むとともに、本年9月に策定予定の DX 加速プランにおいて、本県の目指す姿や DX の推進により暮らしや産業がどのように変化するかを分かりやすくお示しすることにより、県全体の DX 推進に向けた機運醸成を図ってまいります。次に DX 推進に求められる人材像についてでございます。 DX を推進していくためには、事業やビジネスを深く理解し、デジタル技術やデータを活用してそれらをどう改革していくかを構想し、実現に向けてビジョンを描き実行していくことができる人材と、デジタル技術やデータに精通し技術の面から事業やビジネスの企画立案につなげることができる人材の双方が必要であると考えております。こうした人材につきましては、事業の変革を先導する経営者層や実務を担う層において、それぞれの組織階層や習熟の状況に応じて育成していく必要があると考えております。このため経営者層につきましては、 DX を理解しリーダーシップを発揮して組織全体で取り組むための手法や、データ活用事例を学ぶためのトップリーダーのための DX セミナーに取り組んでいるところでございます。また実務を担う層につきましては、業務や習熟に応じて DX の考え方や基礎的なデジタル技術を学ぶみんなの DX 研修、デジタル知識の底上げを図るため県内企業を対象にした IT パスポートの取得促進、シミュレーション技術等を駆使しデータに基づく製品開発ができる人材の育成、県内企業のものづくり現場における IoT 推進リーダーの育成など、さまざまな形で取り組んでいるところでございます。さらに、地元で活躍する人材を地元で育成する観点から、県内情報系学部、学科等の学生の県内への定着を図る新たな奨学金制度を創設することを、今時定例会にお諮りしているところでございます。こうした中、先般、全国で初となる情報系学部の特例的定員増が広島大学で認められたところであり、この新たな奨学金制度と組み合わせたデジタル技術を活用できる人材の育成確保により一層取り組んでいきたいと考えております。また DX を推進する多様な人材を県内外から幅広く確保するため、広島サンドボックスにおいて地元企業と IT 企業とのマッチングや大手 IT 企業のリソースを活用した事業家の支援などにより人材の集積に取り組んでおります。今後も広島県 DX 推進コミュニティや広島県リスキリング推進検討協議会等を通じ、事業者の実情やニーズ等を把握しながら、地域一丸となって DX 推進に必要な人材の育成確保に取り組んでまいります。これをもって質問を終結いたします。お諮りいたします。ただいま上程中の議案中、県第64号議案、広島県人事委員会委員の選任の同意について、並びに県第65号議案、広島県収容委員会委員の任命の同意について、以上2件についてはこの際委員会への審査の付託を省略し、直ちに本会議において議決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。それではまず県第64号議案、広島県人事委員会委員の選任の同意についてを採決いたします。本案は原案に同意するに賛成の諸君はご起立願います。起立総員であります。よって本案は原案に同意するに決しました。次は県第65号議案、広島県収容委員会委員の任命の同意についてを採決いたします。
本案は原案に同意するに賛成の諸君はご起立願います。起立総員であります。よって本案は原案に同意するに決しました。その他の各案についてはそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。議案付託表は五国お手元に配布いたします。お諮りいたします。明17日および20日は委員会審査のため本会議は休会とするにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって採用決します。次回の本会議は6月21日午前10時30分から会議を開きます。本日はこれをもって散会いたします。